すぐにトンネルが始まります。このトンネルはもともと掘ったトンネルを掘り下げするために2階建てになっています。こちらから、ところは真っ黒だったんですけど、ちょっとそれだったら向こうの道にちゃんと進んでないということで、あ、なんか怖いわ、そこ飛んでる。ここから掘り下げが始まったんですよ。ああ、そういうことか。戻るんですか。はい。もう私の嫌いな U ターンだしね。はい。私降ります。怖いんで。はい。で、これちょっと途中に防空壕とかも開いてます。上のところに。へえ、うん。そうなんですね。出てっちゃうと、そこからまた階段だったので。あ、そういうことなんですね。うん、中途半端になっちゃうから、それで斜めに掘り下げたんで、あ、ちょっと私今ナビ設定します。はい。ちょっと待ちを。いやー、これぐらいの坂で私限界だな、バイクを仕上げるの。まあ重いですからね。急に重いんですよ。いや重いですよ。だってこのバイク180キロですけど、やっぱ重いですもん。重いですよね。うん、できる限り押したくない。わかります。はい。じゃあ行きます。ここから16分ぐらいで始めます。はい。はい。おいた。どうしました？なんか上から物が落ちてきた。種かな？ヘルメットにね、当たってカコーンって言うから、カコーンって音がした。え、防空壕？左？あ、本当だ、本当だ。なるほどね、掘り下げたからその分ね、上がっちゃったんですね、穴が。いろいろ面白い。うん、すごい、ツアコンがついてるみたいだね。いやいやいや、トンネル専用。ここだって書いてある。この左側ですよね、うん、どこ全然わかんないんだが、じゃあこのまま降りてきますかね。そうしましょう。はい、チンだけ上げて。そう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 。いいと思いますよ。え、ここどこから降りたの。うん、そこそこ。人間通っていいの。いや、人間が通るようになってます。やっぱこれはあれですね、登山靴が良かったですね。登山靴、トレッキングシューズでしたね。そう、うん、バイクシューズじゃなかったですね。なんかだんだん太ももが疲れてきた。階段と坂みたいな登りで。今日多いですね。多いですよ。これあれですね、なんかなんだっけ、朝日が出るとハート型になる、はいはい、なんとかってありますよね。の溝の滝でしたっけ、うん、あれに近いような感じの風景で、なかなか綺麗です。マジですか。どっから降りたんですか。あ、そこから、ちょっとそっから、そっから、はい、そっから、ちょっと調べてみます。こっから。本当ですか。降りるのは行くのとこうとか大変。あー、この靴だとちょっとね。はいはい。いやー危険。この靴はね、ちょっとね、そう、ダメですかね。ここでこう打ったんですよ。うん、確かに。本当にそれが滑ったらどうしようかな。ちょっとこのシューズはね、やばいですね。だってやめときましょう。はい。だってもともと階段があったやつが崩れてますよ、これ。これとかそれとか、あれとか。そう。そうですね。あー、なるほど。確かにそこから綺麗ですね。見えますけど。そうですね。あ、でも、うん、勝間ちゃん、ここからで見えそうです。うん。確かに。多分これ、はい、長靴とかあったら和田さん行きそうですけどね、あそこにね。そうですね。見えるんだこれ。そうそうそう。うん。あ、登ってる。さすが。
さすが災害ボランティア。やることがだんだんあれでしょ、レスキューっぽくなってきたっていう。身軽だ。ねえ、そうですよね。観光地にすべきですよね。ちゃんと。いや本当はね、あったんでしょうけどね、こうやってね。そうあったんです。これか。そう。なんかあったんですね。木も倒れちゃってるし。はい。やっぱ2019年かもしれないですね。ああ。よし。降りれた。うん。そうみんなね、あのレゴのあれ人形になるのフィギュア。じゃあ撮りましょうか。どうぞどうぞ。じゃあこれヘルメットかぶってると撮るんですよね、顔が。いやいいんですよ。はいはい、チーズ。オッケー。どうする？はいチーズ。完璧完璧。オッケー。はい。バイク修理しなきゃいいんですよ。そう。そうですよね。トレッキングシューズが良かったね。でした。あ、そう？うん、でもいいです、いいです。多分大丈夫。でも、でもループ橋こっちですよ。あ、はい、こっちからループ橋取られた。そうそうそう。かなと思って。左が前の道ですね。うん、だと思って。そう。これで。はい、あ、いい。あ、海が見える。すごい、いい道だ。あ、海だ。海を見てると危ない。あ、そうそうそう。ちょっと先行ってください。ちょっと止まって先行っております。マジですか？はい。おー、ループしてる、ループしてる。じゃあもう一回上がりますか、だって。そうするとさっきのところにほら戻るじゃないですか。そう、だからこの右側が旧道でしょ、確か。うん。はい。はい、ループ橋回りました。この辺で止まりましょうか。うん、どっか広め、うん、広めなところで、見通しのいいところで止まんないと。見通しいいところありましたっけ。あんまないですけど、ほらコーナーの途中とかダメじゃないですか。あ、この辺、この辺、この辺左側がちょっとくぼんでるんで、はい、ここにしましょうか。はい、ね、どこだ？笹本、笹本、そこです。はい、ね、奥側の駐車場に入れましょう。はい、はい、こっちですね。はい、そっかそっか、ここかな、左渡り橋、渡り船に乗るの？あ、そうですね、ここだから駐車場どこ？この先駐車場は右右右右ここ右。そう、どこにあるか知らないけど。じゃないですか？じゃないよね。もっと先先。あ、ちょっと先先っていいのか。謎ですね。釣りセンターは営業してないって書いてありましたね。あ、釣り無料。やったー。上門島へ行きたいと思いますが、私があるのかな、料金が島に渡ってお支払いくださいと言いますが、危ない危ない、15時半で終わるじゃないですか。あとね、2000円で足りました、よかったですね、私たち。おっと、意外とする。危ない。危ない危ない。それでこれはいつ来るの？これなんかピンポーンって押すと来てくれるとかそういうシステムじゃないですか？一応電話しないじゃないか、どうしようこれ。どうしよう。ねえ。どうなるんだろう。なんかのんきな感じですね。うん。
あそこで船が来るから来そうですよ。あれなの、うん、多分あれか、あれじゃないです、あれですか、どこからかんないけど、おほほすごいじゃないですか、オンデマンドじゃないですか、マースですよ、これは。いや、これマースじゃないですか、モビリティアザサービスじゃないですか。で、バイクできてね。そうですよ、バイクできて、あ、全部かはい、ちょっと待ってください。はい、これはだってもう人力になってますよ。渡るんですよ、あ、渡ると何もないんですよね。本当に水源となんかの純粋場たちが広がってて、そうなんですね、へえ。はい、ごめんなさい。おっと、これはい、じゃあこっち一人、おっ、なんかいい感じですね。ねえ、久しぶりだから何年ぶりだろう乗るの。ちっちゃい頃ヤギリで私乗ったっけいいですよ。マジですか。